質問してもいいですか？今日のトピックは日本のいいところについて話したいと思います。じゃあ日本ってどんな文化が好きですか？どんな文化が好きなのと日本人をよく聞かれる。アニメとか日本食とか演歌とかなどです。アニメが好きですけど、なんかアニメだけじゃなくて江戸時代ところに全てはとても面白そうだと。皇帝とか浪人とか善人はめっちゃ強かったんだね。でも彼らが住んでいた時に戦争があったようです。でも今はとても平和です。それも日本人はとても謙虚です。日本人と私の会うところにずっと楽しいですよ。そしてアニメのオーナーが好きです。それでも冗談だ。日本食のこと、なんか照り焼きとお米は最強です。最強だ。寿司はもう美味しいですね。ラーメンはお腹いっぱいになるからあんまり食べません。でも美味しいですね。ところで僕の YouTube チャンネルのこと何が見たいですか？言ってください。そして九州に住んでる友達がいるので、たくさん練習できます。実際この後に私の言葉が正しいかどうか彼女に尋ねます。まあそれは全て。じゃあ皆さんありがとうございました。またね。気をつけるよ。